にちは、おちょこです。いかがお過ごしでいかがお過ごしですかいかがお過ごしですかいかがお過ごしですか。今日はね、和食だしの取り方をちょっとやってみたいかなと思ってます。あとそれにプラスアレンジして、万能だしみたいなのを作ってみたいと思いますので、ね、ただねこれね教えようかな、どうしようか。レッツクッキング。はい、カミカミで失礼いたしました。では調理開始します。水の状態から昆布を入れていただきます。沸いたら昆布を取り出していただいて、かつお節を一足づかみ入れていただきます。かつお節のイノシン酸と昆布のグルタミン酸でね、お出汁はとっても美味しくなりますんでね、ぜひ作ってみてください。あとこれをこすだけで完成です。簡単ですね。はい、ここポイントです。だし7に対して酒、みりん、醤油1ずつ、7対1ですね。これで黄金のタレができてしまうので、いろいろな料理に、応用できます。ぜひ使ってみてください。ししとうに穴を開けます。油で揚げている時に破裂しないようにですね。でナスにも切り込みを入れます。これは味がよく染み込むようにです。大根おろしを作っていきます。鶏肉に火が入りやすくするために切り込みを入れましょう。酒、醤油大さじ1杯ずつですね。生姜、ニンニク、そして卵、これをよく揉み込んでいきます。あとは片栗粉でまぶして170度の油で揚げていきます。鶏肉は皮面から焼いていただくとパリッと仕上がりますのでね、皮面から揚げてください。あとは先ほどのだしに入れていただいて味を染み込ませていきます。わかどりのみぞれ煮の完成です。